アンジュ。はい。はい。はい。お前こんなでかかったか。いやでかい。ちょ、こっち向いてみ、よく見してみ。お前やばいよこれ。おかしいじゃん。おかしいかな。おかしいよ。なんか体型がおかしいよまず。そうかな。なんだこれ。富士にも負けぬ。お前富士山よ、ほんと富士山、富士山でかいよ、あの富士山より。いやこっちが日本一だよ。いや分かってるこれ。分かってる。でもすげえやんわりとしか DMM から聞いてる。俺をなんて呼ぶんだよ。どうしよう。パパじゃないな。パパじゃねえバカ野郎。パパじゃねえって子供選ぶじゃねえんだから。何がいいかな。何でもいいよ。みんな可愛い名前とかで呼んでますよね。いや全然いいよ、呼び捨てだよ。キムちゃん、キム太郎。キム太郎じゃねえ。キム太郎マン。キム太郎じゃねえんだよ。何がいいですか。なんて呼ばれたいですか。何でもいいよ、魚拓でいいよ。魚拓、うん、それはちょっと。いやちょっとじゃねえんだよ、夫婦だからいいんだよ。夫婦だからいいんだよ、魚拓でいいよ。じゃ魚拓って呼ぼ。どっちが出す。それが一番の問題だよ。そうだよね、リードしてほしい。本当は。いや何言ってんだよ。俺は家計を支えてほしい、お前に。ねえ、ねえ、俺頑張るから。そうなの、うん、頑張るから。取った台なんだっけ。バルブレイブだよな、うん、どっちが出す。そこが一番の問題だよ。だって初めてだろこれ。初めて、うん、もちろん。だから私がお金を出すのか玉を出すのかどっちなんだって話だよ。玉を出す方にしたいな。あー、ひよってる。ひよってない、ひよってない。ひよってんの、コンコルで回されて。いや、舐めてない、舐めてないですよ。なに、うん、でも、魚拓はここでめっちゃ出してるって話も聞いてるから、どうすんの、どうすんの。じゃあ、アンジュ出すよ。どっちどっち、本当にどっち、本当にどっち。ねえ、知ってるよ。でも、お前お金ないの知ってるよ。ねえ、お金ないの知ってるよ。知ってんの。なあ、ねえ、どうすんの。本当に、どっち。これ冗談とかじゃないよ、うん、今決まるよ。どっち。魚拓出して。だって財布にいくら入ってんの今。今ね、うん、1万円で4枚と5000円で1枚と、うん、1000円で5枚、うんうん、それ昼まで持たねえからいいや。俺出すわ。ありがとう。じゃあ俺の金で、じゃあ玉を出すかかりな。玉出す。俺お金出すかかりな。いっぱい出すよ。知ってもらわなきゃしょうがないだろ。そう、自己紹介しとけよ。はい、DMM パチターンの立花。 DMM パチターンとかいらねえからよ。そういう自己紹介じゃねえんだよ。名前だけ言っとけばやろ。立花アンジュです。お前言っとくぞ。お前ね、言っとくぞ。俺まあパチという障害じゃん、うん、パチという障害とのなんとかですってやつろくなんすねえから。分かった。枕言葉でそのてめえの媒体とか言うやつろくなんすねえから。ろくなんすねえから。よしお前なんだよ、名前言えよ。立花アンジュだよ。そうだよ、それ覚えてもらえばいいんだろ。覚えて帰れ。まんま出せよ。出します。よし行くぞ。ほら、いっぱい出しちゃうぞ。相性いいです。勝ってとか見たことないぞ。そんなことない。ありがとう。ありがとうじゃねえんだよ。あげたわけじゃねえから。大丈夫。ちゃんとこれを大きくして、あの魚拓の財布に戻すから。結構打ってんだよな。っていうか。そうですね。好きな機種が？好きな機種がもうここ半年ぐらいはもうバルブレイブとカラクリサーカス。あ、病気の人じゃん。そう。脳汁出したい。あ、脳汁出したい、うん、そういうことやつ嫌い。、ね、なんで人の金でそういうことやつ嫌いで。いや違う、今日はちゃんと堅実に、ね、うん、堅実なバルブレイブ。今たくさんあるじゃん、そのまあ北斗しかり、まあ、モンキーしかり、乙女しかり、たくさんあるでしょ。まあ天然もそうか。でもやっぱ荒い方がいいよね。だってもうカラクリとバルベベさんも荒さで言ったら荒い方が好き。もともとゴッドとかビンゴがすごい好きだったんで。あ、そうなの。そう、いつ、いや俺わかんねえね、本当いつから打ってるのかもわかんねえし。だって年齢も一緒じゃん。ハーデスとかビンゴネオ、うん、ビンゴプレミアムとか
45歳とかしても分かんないじゃん。分かんないじゃんね。45はちょっとさすがに傷つくじゃん。いや、じゃあ見た目の話じゃないよ。だから年齢不詳じゃん。まあそうね。じゃあ25歳って分かんないじゃん。まあみんなそこは楽しんでもらってはいるんですけど。あ、年齢は非公表。いや、別に私隠してるつもりないの。いくつ32。初出しだよ。いや、隠すつもりがないって言うから。いや、ないのないの。本当になくて。うん、なんとなくここまでみんなが、うん、え、アスって結局いくつなのっていうのを楽しんでもらっちゃったんで、うん、まあ若い部類だよね。なんですかね。だって今、まあ、今ライターさん、本当に女性ライターさん高齢化が高齢化って言い方が良くないのよ。じゃない、高齢化なんかもういい感じに熟されたとか、やっぱりその、いやいや高齢化じゃん。高齢化著しいからな。美魔女とかさ、美魔女化してるとかいろいろあるでしょ。頑張ってるおばさんでしょ。まあ、ちょっとやめやめ。あなたはいいですよ、そんなに言っても。あとでいじめられるのあとだよ。いじめとかないよ、そんなの。いや、本当でも優しい、優しい。いや、そもそも俺はあなたの経歴をよく知らないというか、まあ、夫婦でおかしいんですけど、もともと DMM はあのコンパニオンの方、パチタウンエンジェルスの方に。いや、もっともっともっと遡る、もっとさかのぼる。学校は出た、中学は出た。出てるよ。出てるよ。うん、で中学は出て、うん、高校は美術系の学校に行って、はあ、高校まで、最終学歴。高校まで、うん、で高校出て、すぐスロットに出会ってしまい、あ、もうそっから打ってんの。うん、あの高校在学時にスロットってものの存在を知ったんですよ。はあ、それこそ番長を見て、番長のポスターとか PV とかを外でたまたま街中で見たところがきっかけで。はあ、そうだ、そう、何なんだろう、その割には仕事くせえ打ち方するよな。これね、そじゃあ、あのね、すごい癖がある打ち方、みんなに言われて最近直してるんですよ。なんか癖がある、本当素人に毛が生えたような、いや、こいつ打ち上げ見て半年くらいだろうなっていうような打ち方をするから、今直して矯正してるとこなの。あのさ、スキップめっちゃ下手くそなやつとかいるじゃん、運動神経悪くて。はいはいはい、あれと一緒なんだよね。だから攻めないでほしいんだ。いやいや、攻めてない攻めてない、攻めてないよ。それが悪いって言うんじゃないけど。いや、でも分かります。で、あの元々はね、こういう感じだったんです、打ち方こうやって。そしたら、もう気持ち悪い。そう、シエサさんにめちゃくちゃ怒られて、最近あの頑張って直してる。ちょっとそのぎこちなさがまだ。シエサっていうのがまた嫌だね、怒られるのがね。いや、マジで、あの本当に優しいから。で、まあ美術系の。そう、美術系の学校出て、でスロット覚え。まああの同時並行でちょっとバンド活動とかもしたんですけど。だよね、あなた音楽もやってるもんね。ちょっとその頃、まあなんかネガキャンみたいになっちゃうからずっと言わなかったんですけど、すごい肌の持病が悪化しちゃって。肌の持病、うん、で、表にちょっと出れないぐらいだったんで、その音楽の方は諦めて。ああ、それですくすくと内向的になったわけだ。 そういう経験を得て。いや、でも元々よ、元々よ、ほんと生まれ持ってんのはいいかよ。そう、で、スロットハマって。たださ、やっぱスロット覚えたてずっと負けてるわけよ。何打ったよ。最初はね、やっぱ番長打ちたかったんです。番長から気になったから、はい、でもやっぱりいきなり ARTQ は打てないよってことで、ジャグラーとか教えてもらって。あ、当時好きやす男に。いや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 、じゃあじゃあ打ってた。バイト先の人とかで。いきなり番長打ちたい。誰だよ、バイト先の店長。違うよ、絶対男だろうな、バイト先の店長。バイト先の店長に聞いて、まあ、っていうことで。そう、いきなりそういうのは打てないんだよって聞かれて、あ、そうなんだ、じゃあちょっとジャグラーからスタートし、でももうしばらくしたらすぐゴッドとか打ってましたね。そのお金どうしたの。だからそれがもうバイト代が全部消えちゃうわけですよ。何のバイトしたの。コンビニ。本当かよ。本当。本当かよ。パパ活とかしてたから。いや、パパ活だって言ってたけど、本当、お前そのおっぱいで何カップだか知んねえけど。J A B C D E F G H I J。 お前すげえな。10段か。J です。ああ、それでお前コンビニはねえだろうよ。いやいやいや、真面目だからさ。
夜の仕事とかやったことないし。あれ、なんで今点滅したんだよ、ハズレで。うそ、今あれ点滅したよ。あるんじゃない、そのリーゼロってからの発展だし。でも100台で、こんなとこで当たんの。本当？いや全然あるんじゃない。本当？うーん、おめえさっきからよ、何なんだなあ。いいじゃん、コブしてんの。いらねえよコブなんか。中身のねコブなんかいらねえよ。で、なんだっけ。あ、コンビニバイト、コンビニバイトしながらパチスロ打ってました。で、でもやっぱお金もないし時間もない、どうして私は負けるんだろうと考えた結果、勉強が足りないからだと。ね、うん、打つお金も時間もない、どうしたらいいんだろう、じゃあこのまま仕事にしたらいいのではないか。多分ね、そのもうダメなやつはそこで、うん、なんか思いが足りないとか願いが足りないとか、なんかおまじないが足りないってなるから、うん、勉強が足りないって言ってたのはまあ優秀、優秀、いい子、優秀、やったー、優秀、はい、褒められるの嬉しい。いや、褒められたかったら出せよな、さっきからジャムジャム使ってるけどよ、うん、頑張る。そう、それでDMM、 そしてたまたま DMM が珍しく一般に向けた募集をかけてたんですよ、コンパニオンの募集。本来はプロダクションさんとかに募集をかけるのに、まあ、あのなんかフレッシュな人材を入れたいみたいな思惑があったらしくて、でそれきっかけでコンパニオン5年くらいやって、1年ちょっと前かにタレントに行こう。コンパニオン結構長かった。コンパニオン、そうですね、長かった。じゃあ水木彩にちょっと似てるようなルートなわけね。そうですね、あと幸田柚木大先輩と。彼女コンパニオン地であったの。ありますあります。もともと私と全然あの被ってないですけど、バンドはどっからまた、だって一回やめたでしょ。そうで、なんで長らく音楽活動っていうかやってなかったんですけど、あと学生時代くらいだったんだけど、つい2年くらい前にもう一回あの本気でやってみようって始めて、でおかげさまで去年あのメジャーレベルとご縁があって、今アルバム制作中です。それはバンド？ソロプロジェクトです。じゃあ立花アンジって名前でやる。そう。あー、すげえじゃん。ビュートフューチャーリング魚拓してもいいよ。あ、俺は大丈夫です。俺は大丈夫なんで。そもそもな、私はボーカル？ボーカル。部活は何部？高校は軽音楽。あー、多いな。あとは中学は？中学は帰宅部。あー、多いな。多い。魚拓は？俺の部活の話聞く？うん、知りたい。俺さ、格闘技やりたかったんだよ、中学校で。まあ当時その今みたいにないから、習い事とかってそんな多くないじゃん、でなくて近くに、で空手がやりたかったの、はいはい、空手がなくてその小学校の時、で空手がない、で空手部がない、でじゃあ柔道にしようかな、柔道でやる、柔道部もない、唯一あったのは剣道、泣く泣くよ、ほんと渋いよ、渋々剣道入ったら、それが不良のたまり場で、俺竹刀持ったことなかったって知ってるか、ずっとしごき、昭和だ、そう、うさぎ跳びとか空気椅子とか、今じゃ逆にね、体を壊すと言われてるとか、まあ、ほんとそんなんで、で当たるね。怖い怖い。でさ、1年間もうみんな辞めていく中、俺1年間我慢したの、で2年に上がりました、1年終わって、よーし今度はウルトバンドってなっちゃう、もう廃部になっちゃった。なんで、ねね、そんなことある、アキラだ、ミハラアキラできました。いいじゃん、ミハラアキラが大チャンス、ね、そんなことある、ねえ、なんで廃部になっちゃったの、ね、え、知らにも担任があれだろ、顧問がやりたくねってなったんだろ。そんなもん説明。
で、しごき部で終わったんだ。そう、しごきの1年で終わっちゃいました。よーし、来た。大チャンスですよ。よし。絶対に決める。応援してほしい人、静かにしててほしい人。静かにしてほしい。やっぱ応援してほしい。頑張って。あ、やっぱ静かにしてほしい。残り5。大丈夫？大丈夫だよ。失敗するわけねえだろ。残り3、触れば十分。まあそうよね。天下の木村魚拓だもんね。やばい。やばい！あ。アキラだよ、アキラ。三原さんに謝って。いや、これ小林アキラだったから。本当かよ。やっべー、三原じゃなかった、小林の方だったよ。やっべー、三原だったらやれてた。まあどうかな、ギリギリ。いやちょっと前田明だったら絶対行くぜ、絶対絶対 100% 行くぜ。三原ギリだ。当たりそうだよ、まあ、当てろ当てろ。やっぱこれ助け合いだから、うん、俺ダメだったじゃん、ちょっと頼むぞ。オッケー、尻拭いするよ。当ててくればいい。当てる当てる当てる。頼む頼む。あ、ちょ待って待って、クリスチャンないから、ね、ちゃんとちゃんと入れよう、はい、入れよう。そうだね、はい、流れが悪くなるからだ。はい、最後。はい、うわ、前引いて。いいよ、揃えて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 。いけ、バカ。最後バカ早くない？バカ早かった。止める前に言ったでしょ。止めてからバカって言って。バカ。いやいや、オッケーオッケー。いや、オッケーじゃねえんだよ。いいか、揃えるよ。やがった、今めっちゃ来てる。バカ早いんだって。まだ当てるかもしれないでしょ。おいおいおお、ちょっと頼むぜ。大丈夫だぜ。残り5。おお、俺はおっと、あー、弱チャンス目で。大きいの好き。やるじゃん、やるじゃん。手汗やっぱ。さあ、第一段階クリアです。やった。次は、はい、できれば革命の方。そうですね、はい、投資は、1万7000円でございます。460円。ちょっとかさんじゃったな。いや、でも全然バルブレイクだからね。いいよ、脱いでもいいよ、暑かったら。本当？いや、脱いじゃん、ちょっと脱いじゃう、脱いじゃうか、ちょっとちょっと脱いじゃう、脱いじゃう。たくさん買い上がってやるからな、まあ、勝ったらお願いします。バカ。ふざけんな。もうこの5分間で何回ばっか言われた。でも、投資投資くればそれでいい。これ投せば文句ないよね。あー、いい。利口なバカ。いきます。お願いします。ここ通すオカルトなんかない？あ、もうスッスいく。スッス 3戦目までスッス。オッケー、スッスね。スッス、はいはいはい、いいよ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 。あ、スッスいく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 、はい。あ、スッス、スッス、スッス、はい。あ、スッス、いや、いい、いい、だって1回もミスしていいんだから。そうだね、そうだね。いちいちカメラ見んだ、バカ野郎。なあ、集中しろ、カメラなんか見なくていいから。いや、ここはいいんだよ、力入れなくて。はい。スッと、スッといけ、スッと、スッと。ためんな、ためんな、スッといけ、スッといけ、スッといけ。そう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 。はい、ここまではスッといく。スッス。気合入れんだ、これ、こなぜ。カバン！
った我慢我慢じゃ我慢じゃカモンだバカ野郎よしよしよしそう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 いいよ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 合ってた？いやいいよいいよ。バカ。一回は大丈夫じゃん。バカバカ。なんで戦い方変えんだよお前。こうやって戦い、なんでこうやってやんだよ。はい、おかしいだろおめえ。ちゃんとやります。私感覚だよ。お前ボインさせんぞボイン打ち。まゲームセンター嵐知ってるかお前。え？嵐のお母さんのお前得意技ボイン打ちだからボイン打ち。何ボイン打ち？ボイン打ち胸で打つんだよ。あ全然やる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 。やるもう出せるもん何でも出せよ。まだボイン打ち早いな。まだ早いまだ早いまだ。天下の方と取っとこう。頼むぞ。そうそうね。左手はね、中で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 、中自覚してるから自覚してるからうちから気持ち悪いのコメント欄あげるから今度右右ね右右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 右そうそう右右あ今の感じ今の感じ今の感じ合ってた右何やってんのよこれ左この左手がいらないんだよこれいらないそれだけいらなかったいらないいらないいやここはここはいいんだよここはシュンシュンやるなんでこのスナップはいいんだよここはいいんだよなんでこのこっちに投げるんだよ一定だ一定帰るな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 先生いきます次だぞでここはスナップだよ右右バカバカえあれ何何何何何が起きたブーストチャンスで。あーい、時々あるやつ。じゃあちょっとお手本見せ。ブーストチャンスじゃん。ちょっと、ね、ブーストチャンスで、革命が出てきたんだけど。どういうこと？ねえ。大丈夫？この体。ねえ、革命が出てきたよ、いきなり。ねえ、一番5000で。ねえ、なん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 でなんだ。なんで？何が起きた？何が起きてるんだ？強チェリーを引いた後、弱チェダースイカだってまあいろいろ引いてたんだけどなんかいきなりなんでいいよ俺が引きすぎるよ頑張ってアンジュ気持ち悪いからしょ頑張るえちょっと真似して打ってよアンジュなんかこんな感じできないよキモいわやっぱどうしたらいいんだろうすごい練習してるんだけどな、ね、これ真面目なこと言うよ、うん、腕で打つの腕で手首とか手じゃなくてこの動くここを関節を動かさないのはいこのやっぱ気持ち悪いよ好きにやっていいよ本当にだからさ運動神経悪いのとかもあったかな運動神経関係ないと思うけどな、ここでホールドはい1ナビ2ナビ来ない2ナビまで頑張れ大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいけるいける出てくるはずホールドなおーよしあきら1ナビ2ナビ行きましたでだよなはい
よし、素晴らしい、余裕余裕。さあ来ました。いや今写真でも撮られるのかなと思って、見たことないのかな革命だし。でもこっからだもんね。いやいや、もう余裕余裕余裕だよ、回して、入れられる、当たり目じゃん。いきます、よし、さすが、まだまだこんなとこでやんな、最近そこでよく終わるから。あ、違う、ごめんな、エンジンが違うんだ。そうだよな、そうだよな、あ、ロータリーエンジンでしょ、そっち。ロータリーエンジンよく分かってないんですよね。え、これこだったやつじゃないの。まあ、松田のオフィスですからね。そうそうそう、ロータリーエンジン、三角のね、よく知ってるね。車好きよ。車、結構好きです。さあ、V1 個、2個目、あと1回任せてくれ。スポーツカーっぽいのもいいなとは。何が好き？俺、うん、アンジュ、お前に乗りたいよ。乗る、乗る、お前乗るよ、お前乗る、も、うん、私も乗りたい方。マン行ったらお前に乗るわ。エアロ。さあ、ここじゃあ絶対絶対に落とせない。 V3つ目、いきます。やかんこ、よし、うまた、よし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 、なんかさ、毎回しっかり本当に連打しますよね。そんなことはね、いや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 、人間設定だな。で、多分相当人聞くって話になっちゃうよ。ね、もうフレンズチェアで見てくんねえかな、もう歌でいいから。いいよ、なこの辺にこうやって手を打ってさ、見てる人に。昔やったらな、コインがあればこうやって後ろでな、そう、こうやってずっと変わらず見してるわ。ちなみに周りは、あー、でも出始めてんね。ただ俺がぶち抜く、ぶち切ってますね。ストップないけど、よし、あ、来た来たよ。じゃあ俺続けちゃうわ、先に。うん、で、ドライブが来ない。うーん、どうぞ、行きますよ。頼むぞ頼むぞ。いくつで来たの？100のお題で来た。決めよう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 、追いつこう。これ、今回のアキラは大丈夫。前田アキラ、前田アキラ、前田アキラ、前田アキラダメなんじゃないの？バカ、前田アキラ確定だよ、確定だよ、バカ。三原アキラがギリなんだよ、前田。キャプチュード、キャプチュード、キャプチュード、知ってんのか、キャプチュード。わかんない、ディッディ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 、キャプチュードだ、バカ野郎め、うるさけんじゃねえぜ、この野郎め。前田アキラなんか大丈夫、今回のアキラ前田なんだ、前田なんだよ、前田なんだよ、誰なんだよ、高崎ってバカ野郎、前田アキラ、前田だよ、前田、前田、キャプチュード、7色のスープレックスだ、バカ野郎、前田、前田信じていいんだよね。当たり前じゃねえか、確定だよ。大丈夫大丈夫大丈夫、心配すんな心配すんな心配すんな、前田は確定、大丈夫大丈夫な。 V いらねえな、 V カットイン、 V カットインばっかだ、揃っちゃい。いや、まあでも、やっぱ前田、まあ、当たり前じゃん、やっぱアキラって言ったら前田だな、当たり前じゃん。よしよし、濃厚だもんな、確定だもんな、前田は。濃厚とか気持ち悪いからやめろ、確定だよ、確定だ、バカ、やだ、よし、
投資が、19,000円。ただ前田がここまでなんです。この後は自力だから。自力。決戦か革命かっていうのは、それは自力ですよ。まあ自力が問われてます。帰宅部の陰キャだどうかな。おめえみてえだもんが革命を引けるかな。うん、行ってみろよ。行ってみろほら。行くぜ。革命引くぜ。行ってみろほら。革命だぜ。バカ。決戦でも倒すぜ陰キャラ。帰宅部代表頑張れほら。陰キャダメな。じゃあ、ま、待つよ。嘘。待つ待ってる待ってる。ありがとう。待ってる待ってる。一緒に行きたいもんね。いやここでためんだ。スッス行けスッス。スッス。決まるまではスッス行け。で次だ次だ次だ。なあ。まだ向かうリハーサル。でも知ってる。何？本当はできるやつ知ってるよ。本当はできるんだろ。本当はできる。本当はできる。もう一ゲームはないつやって。次だ向きやれんのは。はい。右。よしよしそうそうほらそういうことだよ。うん、分かってきた。帰宅部。帰宅部はもういいよ。ちょっと3ヶ月ぐらい美術部にはいたんだから。帰宅部アンジュ頑張れほら。なんで今気持ち悪い叩き方してまた。はい。腕でアームで叩く。中。そうだよ。今よかった。今ね前もいやよかったよかったよかった。よかった。いいよいいよいいよ。なんか引いた。すごいね。チャンスばっかり。ね。さあ次だぞ右。右。もううわできんじゃねえか。まあこの野郎クソ帰宅部が。最後の一回はクソ帰宅部に教えてください。最後の一回はどうしたらいいんですか。どうしたらいい。いやこのままのこのままやるこのままやる。はい。あ今特別なことしようない。いいんだよいいんだよこのままで。あまずはセットしてはい。セットして。はい中ダメ。また引いたね。はい右右右はい出た、はい、ここじゃない怖いな。次だ次だ次だ右だ右右右右右ほらなほらほらほら行ったほら行ったほら行った。帰宅分から昇格できる。あでただの帰宅分になりました。おめでとう。ありがとう。よしよしよしやったね。そこまで行こう。まあじゃあ俺通して待っていくからよ。うん。ちょっと追い込まれたの。ちょっと待って。また。全然終了なの。クソ剣道部じゃんね。クソしごき剣道部じゃんよ。配分になったしよ。だってそもそも本当は空手やりたかったのに剣道やってるってそういうことだよ。だから1年で終わっちゃった。2年前にすれば1年待っちゃいしょ。いやでもこの後まだあるかもしれない。いや俺はいいバトンタッチ。じゃあアンジュが頑張るわ。引き戻しなんか願ってんすよ。ろくなついねえからもうすっぱり諦める。もちろんアンジュ任せた。よしアンジュがやるぞ。やっぱその AT に出るまでは、うん、やっぱり10代をどう過ごしたかっていうところが問われるわけですよ。そうなの。いやそうですよ。あじゃあ AT 入ってからは20代です。20代どう過ごしたかっていうところが問われます。ここからは20代。ここは20代です。ろくでもない男と付き合っていた20代だ。それが結果ここに出るの。あそうですそうです。ここは良かったのか悪かったのかさここに出ますから頑張ってください。はい代はい20代いけます。どうしようもない男と付き合っていた20代な。いやだからそれは結果的に良かったのかもしれないです。かな まだ分かんない。まだ分かんないですよ。あと2つありますから。そうね、そうね、はい、あと2つありますから、ね、とりあえず20代序盤は OK、うん、何年付き合ってたの。6年くらいでしょ。それはだからまだ分かんない。まだそこはまだいるな。その6年が果たして私の人生にとって実りあるものだったのかどうかはこの後分かりますから、はい、頑張ってください、はい。
どうクソだったの？なんかお金勝手に使われたりとか。終わってる。終わってない。ね、いやいや、もうきっぱりすっぱりすら終わってるよ。終わってるけど、もうそこから切り替えて今明るい未来しかないの。本当に切り替えられてるかどうかが、どうかがここで2個目で問われて。いけます。あぶねえな。緑なんかあるわけじゃねえよ。あるわけじゃねえ。あれ？ほらね。あれ？ほらね。あれ？あれ？今は魚拓一筋だよ。まあ、まだもうまだありますからね。はい、もう一回試験がありますから。はい。糸、はい、松試験しかありますから。だからこの辺あの DMM 入った頃ですよね。20代前半6年はしょうもない男と付き合って。いや、6年分ですかこれ。え、これ6年？はい、6年分。そんな凝縮されてる。はい。まだ迷ってるでしょ？まあ、なんか私これ付き合ってちゃいけないかもしれない、いいことではないってことに気づいてますよね。気づいてますね。おやつ子だと思ってます ね、いいのか、私このままでいいのかな、いいのかな。でも別れを告げる、本当に告げられるのかな、ね、告げられます。ここからはアンジュがやりますから。言うてバルブレイブ一番得意ですから。よっしゃ、やっと別れられたね。うん、これもよかった。あー嬉しい、スーパースーパー、あー素晴らしい。トゥーゲーム早く戻ってきてよ。頑張るわ。ただまあしばらくは楽しんでよ、ストックもあるしね。そうだね、おいしいご飯食べたいから頑張ろう。え？あーでも全長、いやーでもじゃねえよ、こんな、え、どこから行ったの？こんな入り方しねえぞ普通。いいことじゃないですか、当たればね。うん、いや当たるんじゃない。本当に？うん、当たんなかったらどうする？当たんなかったら1枚脱げよ。もう当たんなかったら脱ぐもそんなないから当たるのな、言ってえな、言ってえな。いいよ、いい、下、下でもいい、あ、下、中でも脱ぐのは嫌だな。ノーパンで言ってよ。待って、あ、当たりそうだもん、ね、ほら、当たれよ。じゃあ当たったら俺が脱ぐよ。いいよ。何脱いでくるの？じゃあノーパンで。ノーパンで打つ。え、わかんこい。じゅん。おー、見た！美しい！あ、レインボーに光った。チェンチェンチェン、やばいか。いやでも続けることが大事。よし、どっかで必ず連れてこよう。めっちゃよるさっきね、当たったよ。脱げ脱げ脱げ、じゃあ後でこっそり脱いでお前のバッグに脱ぐよ。メルカリで売るわ。みそ、残り4。おーおお、何いた？セコ？あれ？一枚いいやつ。なんか。なんか大丈夫？じゃん。違和感。おお、飲んだ。ありがとうございます。やるね、やるね。そろそろいいんじゃね？そろそろいいんじゃね？ね、もう来てほしい。あの音を聞かせて。やったやったかじゃないんだよ。聞きたいのはお前の歓喜じゃねえ。じゃあ俺行くぞ。どっちが出てくる？革命が出てまいりました。おー、光った、いいね、いいね。続いてるよ。スイスイ行くね。スイスイ。まだ10ラウンドだから。そろそろでもドライブが
欲しい。よし、すげえじゃん。来たね。8ゲームの5子決まってる。お上手やるじゃんやるじゃん、ぎょったくん。ありがとう、ありがとう。これね、だいぶ浮いてんだよな、俺。そうですよね、革命ぼっこだし。お前、今何つった？そうだよね革命ばっかだもんね。結構浮いてる。よし、やった、2人でスーパーしたい。頑張る。今日はもうプラスになったんじゃない？プラスだよな。うんうん、今使ったやもんな。そうです。よーしよし、イエーイ、いきます。こっちを見て安心したい。まずオッケー、違和感、ここまで来たら違和感とかいらないな。そう、消したらいいよ。おい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 、大丈夫。安心したいとか、よし、頼めます。なんか片方が悪そうだね。相性悪い、私たち。悪いな、悪い、決定的に悪いね噛み合ってないよねうん、ダメだな、もう。さあ、V1 つつけて、2つ目お願い。行くな、スンスン行くね。あと1回なんか出したがってるな、タイガー。ここで終わんなまずいよな。いきます。相性いいんだよ、やっぱ相性いいんだよ。そうだ、うん、そうだ、支え合ってる。よし、素晴らしい。よし、めちゃくちゃうまくいってんな、うん、2人とも交互でね。なあ、もうだってこの時点で1600枚持ってんの。バルブレードからくりあれか、台数一緒なのか。まあまだわかんねえな、今んとこいい勝負どっこいだね。乙女、モンキー、あーモンキー強そう。あとここはカバネリか。 6.5 も強いんですか。そうだね、あ、カバネリが結構いいよ。だってここ、あ、やばいやばい。なになになに、1台置きなのかな。そういう感じなんだ。1台置きで多分使ってるのかな。あ、でも1並んでるな。結構散らばってんのかな。でもまあアンジュライブ来たじゃん、もう来た。なあ、しかも俺ら当たり早いし。あ、早い早い、大丈夫大丈夫、安心して打っていい。よし、行きます。なんか、なんだよ、
なんだよ、なんだよ、なんだよ、言いたいことがあんだ、言えよ、なんだよ。弱くて悪かったな。なんだよ、それ以外なんかあんのか。入れるのはうまいんだよね。入れるの行くと早いんだよね。入れるまではうまい。入れるまではうまい。前期から何からこっちもあのねリードしてくれるし、うまいのよ。入れてからがちょっと今一つ。そうそうね。ん？なんだ？あ、変わるの？もういや、参加だ。アキラ来た。いや、前田。しかし当たり見じゃねえかお前。前田に決まってんだろバカ。当たり前だ。バカ。さっそ帰宅部。そくそ帰宅部でいいよ。外。さすが。さすが。いらない。もういらない。いらないいらないいらない。いいの？もう革命ぶり。負けた。よっしゃー。うーってなんか言ってたもんね。ちょっと聞こえづらかったけど。よし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 。おお。まああるな。